何これは。ダメージボーナスはセレーションなどの基礎ダメージボーナスに乗算されるだってさ。じゃあやるきゃあるめえよ。9999チャレンジを。あ、いい子、いい。よし、こいつを倒したら、9999の敵が出てくるんじゃないですか。ラウンドも進んだんで、次47なので多分出てくると思いますね。うん、一つ言えることはここまで来るのに大して苦労はしなかったです。てかもう出てるね、出ちゃってるね、もう。うん、ここまでね来るのにデモリッシャーはさほど硬くないんだけど、このねオーバーガード持ちのエクシマスがマジで硬くて、近接だとね全然倒せないですね。まあ、今みたいに新武器のね、銃で、まあ、倒せなくはないんですけども、結構それでも近接だと時間かかってしまいますね。ただ新武器だったらもう一瞬で削れるので、うん、DPS はすこぶるいいですね。こんな感じで、ほら、よーしよしよしよし、いい位置にいるね君。どうですか。あ、ちょっと待って、あれだ、フォームチェンジしやがったっすねあ、これ壊されたな。うん、これはちょっと失敗ですね。セカンドフォームになっておきましょう。反面教師ってやつです。よろしくお願いします。まあ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 、彼もねすぐ倒せますから。どうですか。あ、ちょっと待って、遅い、やばい、まずい。あ、こう固まられるとさ、こっちも困っちゃうっていうか、手裏剣がうまいこと当たってくれないんですよね。どうですか。あー、これはもう一回状態異常かけ直した方がいい感じですね。はい、まあ貯めといて、手裏剣打ちます。まあこんな感じです。よし、いい位置にいるよ。これはすぐ倒せんじゃないの。だいぶブレたけど、目の前のやつが邪魔す、邪魔、邪魔です君。ちょっとせっかくいいところだったのに。ですね、敵が湧かなくなりましたえ、そういうことであってますよね。グリニアさん、天野より先に撤退するんすか。勘弁してくださいよ。そうなるとこのゲームの根幹がいろいろと揺らぎますけど、大丈夫ですかグリニアさん。おはようございます。寝ちゃいました。ですね、っていうか9999やってビルド紹介したじゃないですか。あ、肝心の内容紹介しなかったわ。さて、さっくりとねステータスの方をご紹介していきましょうか。今回ね紹介するビルドがちょっと多いので、要点だけつまんでやっていこうかなと思います。で、裏の方で9999やってる時の映像残してると思うんですけれども、まずですね、この武器の基本的な知識としてセミオートとフルオートの、2つのパターンが射撃形態としてあります。で、基本的に使い方としてはもうフルオート一択っていうところで、このフルオートがめちゃくちゃ強いんですよね。で、基礎ダメージのところが140の切断寄りとなっておりまして、で、さらに発射速度が 13.33 とのことなんですが、まあ、似たようなところとして基礎ダメージだけ見るのであればトゥルミナみたいな形で、発射速度であれば、アンバサダーだったかな、確か似たような数字だったような気がします。なので、めちゃくちゃ DPS としてこの発射速度と基礎ダメージの数値だけ見るととてつもなく高いのは分かりますよね。トゥルミナだったらね130の 4. 何歩とかだったので、めちゃくちゃ DPS としては高いです。で、クリティカル確率とクリティカル倍率、これねちょっと後で説明する、インカーノン武器特有の、まあ、ちょっとねあれがあるので、まあ、そんなに気にならない数字と、で、状態異常確率が 20% の、マガジンサイズがですねフルオートの方だと408だったかなの数字を持っております。
今回メインの武器のビルドなんですけれども、こちらとなっております。必要フォーマス数が5個となっておりまして、内容としてはマルガムのセレーション、120% の切断属性、60属性1枚に VA、 さらに、ガルバナイズの CO にガルバナイズの、マルチショットスピードトリガーに対勢力モッドに、クシラスワークのところが武器の切り替え速度に、アルケインの方がですね、プライマリーデクスタリーですね、こちらを使っております。セカンダリー枠も大事でして、エピタフを使っていきます。運用目的としては、プライマリー枠の CO の倍率を上げるっていうものもありますし、エピタフ自体のね、霊気の状態異常を重ね掛けしてデモリッシャーを遅くするっていう運用になってきます。このビルド自体はね、結構ご紹介してきたと思うので、とりあえずね、重要なポジションとしてはこのデクスタリーをつけていく。さらにアマルカムのマルチショットっていう形ですかね、あとは CO の状態異常をできるだけ増やしながらみたいな形のビルドとなっております。フレームのビルドがアッシュとなっておりまして、オーラがエネミーレーダーに PSF、 さらにこの武器切り替え速度を上げて3秒間 165% の基礎ダメージを付与するっていうものも使っていきます。さらにエクイリムブリューブにアンブラインテンシファイローリングガード、手裏剣の増強モッドにナローマインド、プライムドフローナチタレ、アクセラレーションにエナージャイズとなっております。ヘルミンスワークはアッシュの4番とロアを切り替えた形となっておりまして、まあ、基本的にね、アッシュで使うのは、まあ、ロアはね、しっかりとかけていくのは重要なんですけれども、スモークスクリーン透明化しつつ、アッシュの増強モッドの1番ですね、これでしっかりとデモリッシャーの走行値を抜いた状態でプライマリーで撃ち抜くことになってきます。フォーカス選びも大事なポイントでして、今回使うのはバザリンとなっております。通称無敵ダッシュを運用していくんですけれども、こちらボイドスリングがヒットした仲間に対して5秒間無敵化を付与するっていうものなんですが、自分のフレームに対してボイドスリングを当てるだけでも無敵化を付与することができます。で、やっぱ分裂ミッションって基本的に毒付与状態、これね、シールド貫通して殴ってくるので、毒付与の時はもうバザリンを常に、この無敵化ダッシュを連発していくことになりますし、あとエネルギーが吸われる時あるんですよね。その時ってどうしてもね、エネルギーがゼロの状態で戦っていくことになるんで、この無敵化でやり過ごすみたいな運用になってきますかね、基本的にはソロの場合だったら。でもってオペレーターのアルケインもちょっと大事になってきまして、メイガスのロックダウンとデシペートとなっております。このデシペートをちょくちょく挟んでいかないと、アッシュのエネルギーっていうのが若干枯渇していくかなっていう感じですね。なのでこのデシペートも大事になってきます。まあエナジャイズがね、働いたり、エクリムブリームとかもあるので、回復方法は地味にあるんですけれども、まあ、このデシペートをつけるだけでさらにエネルギーがだいぶ安定しますよということです。これ最後だね。インカノン武器の進化要素となっておりまして、2段階目進化の時に、攻撃速度を選んでおります。他としてはね、弾速とか、あとリコイル精度とかね、変わるんですけれども、まあ、できるだけね、DPS 上げていきたいので、やっぱデモリッシャー倒すときっていかに瞬間火力を叩き出すかっていうのが重要なポイントなので、攻撃速度を少しでも盛りたいかなっていうところですかね。でさらに3段階目進化なんですけれども、これはね、インカノンフォームの時に全く影響しない要素なので、まあ、どれ選んでも変わんないかなっていう形ですかね。で4回目の進化の時ね、はい、こちらとなっております。状態異常確率を上げつつ、クリティカル確率を下げるっていうもので、まあ、次の進化が、大事になってきますね。5段階目進化のところで、50% の確率で非クリティカルヒット時に、2000% の基礎ダメージを与えるということなんですけれども、まあ、これどういうことだというところなんですが、白ダメが出た時に半々の確率でとんでもない火力を叩き出せるよというものでして、でこの 2000% っていうのがどうやらおかしい計算式になってるみたい
て、例えるのであれば、通常のね、計算式であれば、2000% プラス 165%、セレーションマックスだったらね、165%、つまり 2165% で、ダメージを与えていくことになると思うんですけども、この 2000% っていうのがなんかおかしいことになってて、基礎ダメージモッドが計算された後に、この 2000% っていうのが計算されてるみたいって、ちょっとややこしいんですけれども、つまり、これ基礎ダメージモッドに2000% かかってるっていうことになりますよね。っていうことは、セレーションがマックスであれば、165%、つまり、この 2000% かける 2.65 倍みたいな感じになるっていうことですよね。 4000% 以上ってことですか。さらにマーシレスとかね、今回デクスタリー使うんですけども、それもかかるっていうことになるので、さらにその後に耐性力モッドが、1.5 倍がかかるので、もちろんこの 2000% っていうのもちゃんと切断の継続ダメージのようなものに対しても乗ってるので、うん、とんでもない火力になります。よし、一応見ていきましょうか。レールジャックの敵190レベルで試し撃ちしていきましょうか。まあ、DPS としてはね、もうとんでもない火力叩き出せるんですけども、セミオートの場合だったらね、こんぐらいしか叩き出せないですね。うん、まあそれでも意外と削れてるね。感染なしで。はい、といった形で、ただし、このインカーノンフォームちょっと溜めております。溜まりました。この状態だったらね、普通に使う分にしても火力はあるんですよ。こんな感じで、やっぱね、このエピタフで状態上をかけながらの、切り替えて手裏剣投げて走行値抜きみたいな、今なんぼ出た、すっごい火力出てた気がするけど、はい、まあ、こんな感じでね、運用していくことになります。もちろん、ロアをかけながらのしっかりとこのデクスタリーを貯めながら、基本的にね、運用としてはもう本当にデモリッシャーの時にしかこのプライマリーを使わないですね。通常の敵とかはもうこの近接をしっかりと強化したもので戦っていくことになって、でデモリッシャーが来た時にエピタフ、あ、エピタフで霊気かけながらの、切り替えて手裏剣投げてこうみたいな、すっげえ今エイムブレたけど。じゃあもう一回やろうか。あ、デモリッシャー来たっつって、ここにエピタフかけながらの切り替えて手裏剣投げてこう。今何ぼ出てた、白ダメで60万とか出てた。そりゃデモリッシャーも簡単に倒せるわけだ、といった、形となっております。もう本当に DPS としてはもう特に試す必要もないかなっていうぐらいしっかりと出ますね。はい、感染かけずともこんな感じでちょこっとね、やるだけで。だってこのあれだよ、レイジャックの敵結構硬いからね。てかグリニアの中で一番硬いからね、これ。一番も言い過ぎか。こういうね、単体火力はすこぶるいい武器ってやっぱ分裂にすごい相性がいいので、しかもね、今クシマスっていうものが、まあ、硬くなって耐久とかだったらね、結構辛い状況なんですけれども、分裂であればね、そんなにクシマスも影響してこないので、はい、ぶっちゃけるとそんなに倒さなくてもいいので、こういう単発火力でね、しっかりと、まあ、分裂とかでも稼ぎやすくなるので、はい、ということで、まあ、ぜひね、ビルドを組んでみてください。次セカンダリーでやろう。いけるかな、セカンダリー。切断がね、出せないっていうところでちょっと難しいと思うんですけれども、ちょっと頑張ってみます、ビルドの方。はい、ということで、以上、やそうでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。